皆さんこんにちは、リキューです。今回の動画は有機EL について、以前動画でご紹介しました JOLED が発売した印刷式有機EL パネルを使った 4K のディスプレイ、クラウドファンディングで発売されるという情報をご紹介しました。今回はそのクラウドファンディングで発売された製品がいよいよ一般向けに発売されるという情報が発表されましたので、今回は簡単にまとめてご紹介したいと思います。ご視聴の前にこちらの注意事項をご確認ください。今回の情報は JOLED による公式の発表です。ご覧のように、今回のディスプレイ商品はグランシーという商品名なんですが、そちらの専用サイトがオープンしています。その中でこんな感じで、すでに商品の注文ができるようになっています。一応この商品、どんなスペックなのか簡単に振り返ってみたいと思います。こちらが JOLED のグランシー。パネルは印刷式の有機EL パネル27インチ。解像度は 4K です。応答速度 0.1ms とありますが、こちらはグレートグレーではありません。白から黒、黒から白みたいな極端な場合の応答速度ですので、グレートグレーにしてしまうと 1ms ぐらいじゃないかなと思います。リフレッシュレートは60。最近120を超える製品が多い中で、ちょっとこのぐらいだとゲームに使うのは難しいかもしれません。 HDR10 の対応、輝度はピークで420、コントラスト比は有機EL ですので非常に高くて100万対1です。 HDMI ポートが2つ、ディスプレイポートが1つ搭載されています。発売日は今回5月18日と発表されました。価格は18万3700円です。この価格なんですが、クラウドファンディングで発売された時、限定10台で13万9000円でした。で、残り40台が15万9000円。そして今回の一般向けの発売が18万3700円です。結構高いなって思う方も多いかもしれません。なんですが、この同じパネルを使った兄弟機みたいなものがありますので、その競合製品と価格を比較してみると、そんなに高くないということもわかります。この3つがおそらく同じパネルを使ってるであろうモデルです。一番左が LG のプロフェッショナル向けモニター、そして真ん中が今回のグランシー、そして一番右が先日動画でご紹介しましたフィリップスの最新の製品です。中国市場向けの製品ですので、他の国で発売されるかどうかはまだわからないんですけれども、この3つの製品、価格はご覧のように、左の2つは日本で発売されているので、価格は分かっていますが、一番右は中国での価格を日本円に直したものです。こうやってみると、今回のグランシーの定価18万3700円というのは、そんなに高すぎるというものでもないのかなと思います。まあどうしてもまだ数が出てないので、量産でコストが下がるってこともないと思いますので、このぐらいの価格は現状ではしょうがないのかなと思います。最後に、まとめとコメントです。まず先日行われていたクラウドファンディングですが、4月に発送予定となっていたんですが、若干遅れているようです。もうすぐですね、来週発送予定と最新の情報が掲載されていました。そして一般向けの受注は4月28日にプレスリリースが出ていまして、そこから公式サイトがオープンして受注が始まっていたようです。これ、このプレスリリース、残念ながら JOLED の公式コーポレートサイトには出ていなくて、で、クラウドファンディング側のサイトに最新情報として掲載されていたのと、いわゆるプレスリリースのポータルサイト等に流れていたようです。なかなかちょっとこれ気づかなくってですね、情報が遅くなってしまいました。あと価格なんですが、まあ先ほど18万円というのは別に競合モデルと比較してもそんなにめちゃめちゃ高いというわけではないと思うんですが、それでもやっぱり27インチの 4K ディスプレイに18万円というのはちょっとですね、なかなかそんなに爆発的に売れる価格ではないのかなと思います。あと最後、これ今回アート向けの製品、いわゆるライフスタイル TV、ライフスタイルモニターみたいな位置づけの製品として売り込んでいまして、サムスンにも似たような製品ありますけれども、こちらの製品も一応ですね、センサーがついていて、周囲の明るさに合わせてディスプレイの輝度が自動的に変わる機能が搭載されているようです。取扱い説明書にそういった記載がありましたので、おそらくそんな機能が実装されているんではないのかなと思います。どのぐらいリアルに絵画っぽく見えるのかはまだわかりませんけれども、そういう用途で買う場合でも、サムスンの製品みたいに、いわゆるデジタルアート的な製品として使う分には普通に使えるのではないのかなと思います。というわけで今回は JOLED の印刷式有機EL パネルを使ったディスプレイ、クラウドファンディングで発売されまして、それは売り切れてしまったんですけれども、今回一般向けの受注が始まって、来月5月18日に発売されるという情報をお届けいたしました。
今回はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。